こんにちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日はですね、水曜日、現在16時25分ですね。先ほどまでレッスンを朝から、午前2本、午後2本ということで、無事今日の水曜日も終えることができました。無事ね、今日も終えることができそうですが、水曜日はショートランなんで、ちょっとね、やっぱ水曜日はね、足首というかね、足の足首から先に結構疲れが来るんですよね。ですからこれでロングラン走ってしまうと、ちょっとね、明日また負荷がかかりますんで、まあ、水曜日はショートで収めていきたいなと思います。で、今日はですね、またこれロンT着てるんですけども、 T シャツ何に着るかっていうね、なんか雨が最近この時間帯多いんで、ひょっとしたら涼しくなるかなと思ったんですけども、今日は朝から結構ムシムシしてて、特に午後1、午後2のレッスンも、まあロンティーっていうのもあったんですけども、めっちゃ蒸し暑かったです。なんかもうじーっとしてたら顔がなんかすっごい熱くなってきて、で、動いた方がいいやと思って動くと足首に負担がかかるみたいなね。まあでもね、これは毎週のことなんで、まあそれほどね、もう無理ということではないんですけども、まあロングランやってしまうとちょっとまたいろんなことに影響してくるんで、今日はショートランということで今走っています。で、昨日朝久々に走ってからのレッスンだったんですけど、やっぱタフでしたね。ロングランしてからのレッスンは結構タフですね。で、まあそのままバーッと堺市の方に外出しまして、まあ、移動中におにぎりをちょっと食べて、で、2時からどれぐらいまで喋ったんですかね、あれ2時4時ぐらい、2時間ぐらい喋ったんですかね。で、まあ、戻ってきたらちょうどジュニア時間、ジュニアが始まる頃に、まあ、戻ってきたという感じになります。で、まあ、堺の方でちょっとこうスポーツ事業動き出しそうな感じのところに、まあ、サッカーだけじゃなくてテニス、まあ、それ以外ね、スタジアムとかアリーナも一応案盛り込んで提案書を作って持ってったんですけども、まあ、なんせお金のかかることなんで、まずはその場所しっかり確保するというところから始めるということだったんで、まあテニスコート面数も結構確保できますし、サッカーグラウンドも何面ぐらいですかね、あれ5面か6面ぐらい、テニスコートは合計12面ぐらい確保できるというね、なんかそんな、施設が、まあ企画なんですけどね、まだ。まあそんな話の中に、まあちょっとこうお手伝いしてほしいというような
感じの話だったんで、まあ、できる限りのことはしますよと。で、まあ育成とかアンダー18どうするかみたいな話だったんで、もうすぐ、長谷高等学校を紹介して、その場で電話しても面談の日程を決めてですね、昨日はまあ帰ってきたという感じです。まあその場でアポ取れたんで、向こうもすごい喜んでましたね。まあしたいこうしたいと思っても自分一人ではできない部分がやっぱりあるんで、まあそれは人とのつながりの中でできる人をしっかり確保して、まあそれで何かできる、やりたいことができたらいいなという感じの話でしたね。まあですからだいぶ先の話ですけども、まあなんかもし動き出せば面白い話ですね。ただやっぱりね、ただグラウンド作りました、ただテニスコート作りましたでは結局やっぱ人集め大変なんですよね。何かそこに行ってみたいというようなものがなければ、どこに作ったって同じだと思うんですよね。で結局今スポーツビジネスの世界をちょっとまあ調べてみて、まあ、世界もそうですけども、日本国内であちこちで今アリーナやスタジアムを建設して、地域復興というか復興地域創生化を、まあ、みんな考えてですね、いろいろやってらっしゃいますんで、まあ、そんなを見るとただ物を作る、ただ物というかその平面で何か作っただけでは絶対盛り上がらないですよね。特にあの平日サッカーもウツボもなんかやっぱイベントがない限りあんま使われてないんですよね。土日は確かに埋まるっていうのは分かるんですけども、平日なんですよね。まあそういった意味ではアンダー18の育成とか、まあそれは絡めていけば面白い話になるかなと思うんですよね。ただまあスタジアムも作りません、アリーナもありませんってなってくると、ちょっと市場が小さすぎますよね。逆にスタジアムとかアリーナができれば、まあ大会やる時の放映権も取れますし、もっと言ってみたらインバウンドだってね獲得できるかもしれませんし、まあ、そんなこと言ったらやっぱり、まあ、ヨーロッパで当たり前のスポーツベッティングも可能性出てきますし、市場がさ、まあ、そういう地域だけじゃなくて世界に広がっていきますんでね。だから終始考えた時にやっぱスタジアムアリーナは今のスポーツビジネスでは必須だと思うんですよね。じゃあ今日は暑いっすよ、ほんま空気も暑いし、もう日差しも暑い。汗もがやばい、もう痛い。
ゃあ今日のパワースポット満点、微妙に山の向こうに大きな雲がねあるんですよ。こっちもすごいな、あの雲がやばいな、ね、これ一番が黒いんですよね。ほんと夕方になったらドゥワー降るんで、今日の水域はちょっと高くなってるんですかね。これ濁りもすごいな、下が見えないです。多分山の方雨が降ってるかもしれない。うわ日差しきついわ、背中にビンビン感じる。そういえば最近あれなんですよね、コロナが流行ってるんですね。また全然意識してなかったですけど、この間来た部活支援のトンチューブもクラス閉鎖みたいな感じで、学年閉鎖か、コロナがすごい出てきてるらしくて、今日大阪公立大学の子も面談しに来る予定だったんですけども、コロナ感染で延期になりましたね。まあインフルエンザと同じぐらいのレベルやと思うんですけども、インフルエンザもコロナもまあこれから日常的に増えたり減ったりするような感じですよね、時期によって。ですからやっぱ人混みなんか行くときはちょっとね、いろいろマスクの効き目があるかどうかは別として気をつけないといけないですね。今のところ体調が悪いというような感覚はないんですけども、今日朝アベマの配信で幼児教育9歳までで全てが決まるみたいな、なんかそんな配信やってたんですけど、そんなほんまかな、絶対そんなないと思うんですけどね。やっぱこう、まあ、小学中学高校大学社会人となっていろんな人に会っていくと思うんですよね。で影響力いうのは会った人々によって決まってくるんで、その影響で人格が形成されていくんで、幼児教育9歳で決まるって、そんな、だから今の保護者ってやっぱ必死になって、まあいろんなことを習わしてやっていくんでしょうね。そんなんで決まらんと思うけどな。日本もこれからビッグデータ取るって言って1万人規模でデータを収集していくいう話だったんですよね。そんなん言い出したらまたあれ習わせこれ習わせてあれもやってこれもやってって、本人なんかもうどないなってるのかわからんような状態で、ただ毎日が勝手に過ぎていくよね。そういうのがダメなんですよね。本人がやりたいと思ってることをとにかくやらしちゃったらいいと思うんですよね。まあ、そうすることで学びは結構あると思うんで、9歳で決まった後、ほんなら92年どないすんねん。そんなアホらしいわ。人生100年やぞ。100年のうちの20年はちょっとまあもう何もできない状態になってしまう可能性があるんで、70、まあ60、70ぐらいまでは
現役でバンバンできるはずなんですけど、9歳でそれ決まったらお前何すんねん。60歳でもこれからよしなんかやったろかみたいな人も結構いますよね。この間富士山で72歳の方、新潟県からまあ来てましたけど、生き生きしてましたよね。9歳でそんな人生決まるみたいな、なんか教育がどうとか言ってありえ。そんな言うてたらもっとやっぱりいろんな経験させて、いろんな人に出会わせてみたいなことをやっていけば、そんななんかもう詰めて教育なんかせんでも子供は十分育っていきます。まあ、全員ワックに来て、まあ、それちゃんといろいろ非認知能力を教育しますんでね。9歳ってことは小学校何年？3階です。何が幼児教育なの？舐めたこと言ってるわと思って聞いてました。昨日小学校3年生か、健太何年生やったっけ？健太小3です。小3か、はい、英語でなんか今日は7時で帰りますみたいな。あ、そうなんすか。英会話で I want to go とか言うとったで。マジっすか。僕もなんか言っとかなかった。言っといた方がいいんだよ。 I want to love much、うん、on TV。月曜日、先週の月曜日、なんていうんですか、ラストウィーク、ラストサンデー、日曜日、ラストサンデー、ジャパン and チリ、It's Japan won。いいね。これは11月までに鍛えなあかんな。そうっすね。まあでも、まあ、残念なことにやっぱ英会話県2級取ったとしても日本企業で働いたらほぼ使わないんでね。だからもし本当に今英会話の勉強を やっとくんだったら、アメリカの大学とかも視野に入れてやっとかないと全く使わないですよ。というのが私のまあ感想というか、だからやっぱこうやってフロリダに遠征に行くぞと、ジュニアを連れて行くぞっていうところから勉強が始まるんで、それは30になっても40になっても一緒ですよね。社会人になってからですからね、英語に興味持ったの。それでいいと思うんですよね。興味持った時に頑張れば遅くないと思うんですよね。まあそういうことで、まあ、ワックは幼児教育クソくらいですよね。テニス道まっしぐら、テニスきっちり頑張って毎日やれば学べるものは何かあります。ということで、今日も、これからね、ジュニアが来てハードワーカーが追い込むと思うので、バッチリ応援したいと思います。明日も頑張ります。